こんにちは、スーパーセンターの山口です。今日はね、今回、この車両のご紹介になるんですけれども、この車両、まあフルカスタムですね。最近はボルトオンのカスタムパーツにも結構力を入れてまして、フレーム無加工で車検が通しやすく、価格が安く、楽しんでもらえるような車両をたくさん作ることを心がけてたんですけれども、やっぱり、フルカスタムもたくさんオーダーがありまして、今回その中の1台ですね。やっぱり、その人と差をつけたいとか、そういう方は、こういうね、フルカスタムを、オーダーされるんで、はい。まあ、一つの参考としてご覧になってもらえたらなと思います。参考としてもらうのに、特に見てもらいたいのが、概要欄にリンク貼っておきますけれども、カスタムギャラリー、多数の写真と、動画、あと、最近、取り入れた、下の方にね、赤っぽいポッチがあって、それちょっと上げてもらうと、パーツリファレンスっていうものがあるんですけれども、まあ、使用パーツ一覧が、ずらっと見てもらえるようになってます。そんなんもね、ちょっといろいろ工夫してるんで、よかったらぜひぜひ、ご覧になってみてください。じゃあ、この車両をご紹介させてもらいます。この車両はね、四国からのオーダーで、まあ、お客さんのご要望をかなり組み入れた、車両なんですよ。こだわりが強いお客様なんで、まあ、例えばハンドラこうしてくれとか、ガスタンクこれだ、マフラーは絶対これがいいとか、まあ詳しくお話をお伺いして作ったもんなんですけれども、一つのポイントとなってるのが前後19インチとナロートリプルツリーですね。前後の19インチ化でかなり車体をほっそり作ってて、まあこのフロントのトリプルツリーですね、だいたい4センチ、前幅が狭まるんで、まあ、かなりスマートな仕上げになってます。まあ、その辺含めて、まあ、いろいろとご紹介していきますんで、今日もお付き合いよろしくお願いします。まずフロントフォークは5センチロングの、フォークジョイントを取り付けてます。この車両、リアのハードテールが13センチロングになってるんですけれども、このぐらい、車体を大きくすると、ちょっと、味付けっていうかね、ロングフォークに見せたいわけじゃないんですけれども、全体のバランス取りとして、破綻がないようにっていうことで、まあ、75ミリのフォークジョイントでちょっと悩んだんですけれども、いろいろ付け替えてる結果、5センチロングが、一番よく似合うなっていうことで、セーフフォークジョイントを付けさせてもらってます。フロントホイールなんですけれども、これはね、ちょっと、車種はちょっと言えないんですけれども、ホンダの小排気量から利用したものになってます。そのホンダのミニドラムブレーキに、19インチのリム、特注スポークで履いて、で、リムはね、前後とも、ホワイトでパウダーコートしてます。ガソリンタンクと、リアフェンダーが、エイジングのペイントになってるんで、まあ、ちょっと掃除せずに撮影させてもらおうかなっていう感じで、今回撮影になってるんですけれども、でフロントタイヤはオールステートの 2.75-19、まあ、縦溝の、雰囲気タイヤを選ばせてもらいました。スピードメーターなんですけれども、ここにねマグネットがあって、この裏ちょっと見えにくいところにセンサーを設けてるんですよ。それで、電気式のスピードメーターをマグネットの回転パルスで、動作させるっていうものになってます。こういう時のねホイール流用の時とかの、まあ、うちのやり方なんですけれども、ケーブルはSR 用の汎用品が使えるようになるべく工夫して、まあ、そういう取り付け方をしています。例えばワイヤーの対抗を取り替えたりとか、そういう特注したりとかしてると、出先でもしもワイヤーがちぎれた時に交換がしにくくて危ないっていうことで、まあ汎用の安全なワイヤーを、使ってブレーキを動作させるって考えて作ってることが多いです。特徴的なねヘッドライトなんですけれども、これは多分フィフティーズの、ガイドのフォグランプになってます。まあ古いアーム車とかにね付けられてたヘッドライトなんですけれども、まあ今回これがこれでっていうことで取り付けさせてもらいました。でその取り付けにはワンオフのヘッドライトステーで
マウントさせてもらってます。まあ、先ほどご紹介したナロートリプルツーですね。ほんまにこの、細いチョッパー、雰囲気いいチョッパー作るときに、すごい便利なアイテムだと思ってます。まあ、店頭に在庫があるんですけれども、ホイールとかブレーキのセットアップに関わるんで、一般販売はできるだけ避けとこうかなって思います。まあ、その辺、自信がある方だったり、業者さんだったりは、問い合わせてみてください。まあ、業者さんの中でもかなりたくさん使ってはもらってるんですけれども、皆さんいろんな工夫をしてフロントブレーキをセットアップされてるんで、まあ、プライベーターの方とか素人の方で、これ、サクッとつくよっていうものではないんで、まあ、ちょっと、ウェブストアにはこれは載せておかないでおきます。あ、よほどの方はお問い合わせくださいね。ハンドルとハンドル周りですね。今回は、お客様ご指定の、どうやったらいいんですかね、直林の、ロボットハンドル的な、まあ、チョッパーでよく見かけるようなデザインのハンドルになってるかなと思うんですけれども、まあ、そんなものをワンオフで製作させていただきまして、いつものごとくのスッキリ処理です。アマルタイプスロットルのブラックに、チョッパーグリップ、アルミのショートブレーキレバーとホルダーのセット、左側は、ジョッキーシフトなのでクラッチレバーはありません。クラッチレバー外してデコンプホルダーがなくなってるんで、デコンプはエンジン自家製のロックデコンプレバーを使用させてもらいました。スピードメーターは先ほどちらっとご紹介した電気式なんですけれども、乗ってる最中に首を振らずでも見えやすい位置、まあ、メインキーはちょっとこいつに電素ボックスつけてるんですけれども、メインキー外したんで、まあ、トリプルツリーも変えてるんでハンドルロックがないってことで、ここにハンドルロックウェルドオンキットでハンドルロックを新設させてもらってます。これもまたがり、バイク乗り終わって座りながらエンジン切って座ったまんまでハンドルロックできたりっていう、まあ、目立ちにくくて便利な位置っていうことで、こういう取り付け方をさせてもらってます。ガソリンタンクはヴィンテージものとか最近売ってるレプリカものとかではなくって、1枚の鉄板から起こした、ワンオフのコフィンタイプのガスタンクになってます。ペイント、まあ、リアフェンダーもなんですけれども、僕がパートナーシップを組んでるベーコンにお願いして、お客様のご要望をベーコンに伝えて、まあ、ベーコンにお任せして、まあ、ちょっとさらっとしたぐらいのエイジングで仕上げてもらいました。ウインカーですね。ウインカーはここです。ミクロウインカー、これね、すごく小さいんですけどめちゃくちゃ光量あって安全なんで、ウインカーを目立たしたくないんだこのカスタムはっていう方は、ぜひこのミクロウインカーご使用してみてください。で、マフラーですね。マフラーもお客様のご要望で製作させてもらいました。SR のカスタム作るときにマフラーって結構すごく重要で、いろいろ気にしてるのがここからの飛び出し距離とか、これはちょっと性能にも関わる部分なんですけれども、かなりエンジン側に寄せてちょっと軽い R を描きながら後ろにズドンと長いマフラーという感じで製作させてもらってます。で、こだわってる部分はかなり車体側に寄せてるっていうことですね。このキックペダルがヒートシールになるっていう感じで、まあ、こういうキックペダル選ばせてもらってます。で、ステップですね、ステップは当社のミッドハイステップなんですけれども、このミッドハイステップの中には2種類あって、こういう丸棒タイプのもの、まあ、SR のデザインに一番似合うかなって思うステップなんですけれども、まあ、それに加えてドリルドプレートのもの、まあ、そんなんもあります。で、今回は左側がジョッキーシフトになってます。ミッドハイジョッキーシフトキットっていうものになってるんですけれども、この操作は左足でクラッチペダルを踏んで左手でシフトを入れてで発進するっていう感じになってます。市販のジョッキーシフト中も抜群に一番乗りやすく設計してると思ってます。足首の可動の距離だったり、
シフトのストロークの長さだったりかなりこだわって作ってますんで、まあ、ジョッキーシュート乗ってみたいんだっていう方は、まあ、気をつけながらね、ぜひお試ししてみてください。キャブレターはね、FCR、まあ、うちのカスタムには欠かせないキャブレターになってるんですけれども、その FCR キャブレターの 39倍 を、オリジナルの、取り付けアダプターで、エンジンがっちり固定します。まあ、これキャブレターとアダプターのセット販売もしてます。この FCR キャブレター出荷状態では、赤いプラスチックのファンネルになってるんですけれども、まあ、カスタムによってはね赤そのままでもいいかなとも思うんですけれども、まあ、こういうスタイルにはやっぱり赤は嫌だなってことで、アルミ削り出しのファンネルに、中にゴミ分けのファンネルネット、これ絶対必要です。まあ、赤ファンネルのままでもぜひぜひ絶対つけてください。はい、まあそんな仕様になってます。もうほんと加速が楽しくなりますし、最高速も結構上がるんで、ほんまに違うバイク買えたぐらい楽しくなります。それがぜひお試しください。シートもお客様のご要望そのまんまですね。ソロシートの、まあ、ちょっとデザイン入ったボタンダウンのものということで、まあシンプルですけれどもね、まあこういうものを作らせていただきました。はい、ではフレームですね。フレーム、まずリアが、リジットラインのボルトンハードテールキットで、13センチロング。その13センチ、何が13センチなのって話なんですけど、このスイングアームのピボット位置から、アクセルの位置が13センチ。長くなってますよっていうハードテールになってます。まあうち5センチロングとその他に18センチロングっていうのもあるんですけれども、車体のスタイルだったりオーナー様の体格で、決めていってます。うん、で今回は13センチロングを使用させていただきまして、見えるかな、ボルトンっていうのはここですね。こことここでボルトンにしてます。で車検とかねスタイル変更時の時はこのボルトを緩めると後ろがゴソッと外れるんで、まあ、ここからスイングアーム取り出してスイングアームからリアショックをこいつで結ぶっていう感じになってます。うん、で、この13センチロングのボルトンハードテールキットに、合わせるためにこのフレーム、シートしたフレームは一度ノーマルを切断して、ノーマルフレームの交換の倍ほどの厚みの、まあちょっと肉厚のね交換で、作り直してます。まあ安全にね、あと精度と強度と耐久性、さらに整備性もよく考えてこういうフレーム形状にさせてもらってます。電装なんですけれども、今回ここに電装ボックスつけてるんですけれども、電装ボックスの中に、電気系をたくさん入れると、まあ、整備性がかなり悪いですということで、まあ、うちではもし電気系のトラブルがあった時にすぐに見たいんで、いつものようにね電装はこのエンジンのクランケースの後ろにまとめてます。これはカスタム電装プレートっていうものを使って、まあ、濡れてもいいって言ったら語弊がありますけれども、まあ、僕の経験上この程度のものは濡れてこのぐらい濡れても大丈夫っていう、水分によって破損しないよっていう電装類を全部ここにまとめてます。まあ、濡らしたくないし、ではここですね、この電装ボックスにはイグニッションキーだったりウインカースイッチ、保温スイッチ、ハイロースイッチ、それが仕込まれてるんですけれども、それらの配線はこの電装ボックスの中に入れ込んでいます。で、リアホイール、リアホイールも、19インチフロントと同じくね、まあ、ほっそりしてて、うん、こういうカスタムもいいなって僕は思ってます。でタイヤはピレリの MT53 レプリカ40の19インチを履かしてもらって、でリブフェンダーですね、5インチのスチール製リブフェンダー取り付けてるんですけれども、 SR って振動で結構クラック入っちゃったりすることがあるんですけれども、うちはこのリブフェンダーの裏側にリブフェンダー用補強プレートっていうものを穴周りですね特に仕込んで取り付けしてます。まあ、その補強プレートを仕込むことによってクラックを予防してもう頑丈に絶対安全にっていう風で取り付けさせてもらってます。でテールランプはミニクロッカーテールランプですね。まあシンプルでクラシカルで、まあ、こういうチョッパーステレオにもよく似合うっていうテールランプになってます。あと1個、これ新商品なんですけれども、まあ使われる方少ないと思うんですけれども、まあこのフェンダーステーですね、これは素地のまま販売しようかと思ってますんで、自作の方とか
ショップの方、まあ、なるべく制作作業の時間を短縮したいという方に、まあ、便利なものになるかなと思いますので、まあ、素地でね、今回曲げてメッキかけてますけれども、素地のまんまで販売させてもらおうかなっていうふうに思ってます。今回の車両はこんな感じですかね。四国のね方なんですけれども、今回は車検と一緒にフルカスタムっていう感じで、すごく前から言っていただいてて、大変お待たせいたしました。ついに仕上がりましたんで、近々お持ちさせてもらえるかなっていうふうに思ってます。じゃあ、今から1分ぐらいこの車両ぐるっと回りますんで、ご覧になってみてください。こんな感じの車両でした。今回もご視聴ありがとうございます。あとはね、いろんなアカウントとかも載せてます。うちの、インスタグラム、スーパーセンターオフィシャルっていう僕がやってるものと、スーパーセンタープロスペクト、これはね、日々の作業だったり、まあ、ツーリングの告知だったり、まあ、いろんなこと、見習いの子がしてくれています。あとスーパーセンターウェブストアは、新商品の情報だったり在庫状況、入荷案内とかをさせてもらってますんで、そちらもぜひぜひご覧になってみてください。はい、あとはね、Facebook だったり、スレズ、あと X っていうのになんか Twitter とかもやってますんで、まあ、お時間ある方ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。